総輪戦闘車両は防衛省が行っていた将来の総輪式走行戦闘車両のファミリー化に必要な共通基盤技術に関する研究事業である。技術資料を得るための研究施策及び試験が行われた。基盤となる技術を共通化するファミリー化を実施することで整備コスト及びライフサイクルコストの抑制や運用性を向上させることを研究目的としている。 研究施策された将来送輪戦闘車両をベース車両とし、各種車両型によるファミリー化が構想されたが、実際に開発する車両については研究施策の成果に基づき決定するとしている。研究施策は2003年度から2007年度にかけて、試験は2005年から2007年度にかけて実施された。当初は将来送輪戦闘車両として、 対空戦闘車両を中心とした研究を検討し、2008年度での研究完了が予定されていた。後に、対空戦闘車両については、今後の装備構想の検討状況を勘案しつつ、用費を決めることが適切であると判断されたため、事業名を将来送輪戦闘車両に変更して研究が行われ、2007年度に研究は完了した。 研究試作された将来送輪戦闘車両の砲塔に搭載されたテレスコープ弾機関砲は防衛省技術研究本部が開発した 50mm テレスコープ弾機関砲を小型軽量化し車積成を向上させた 40mm テレスコープ弾機関砲であり研究データ技術的な成果は近接戦闘車用機関砲システムの研究に適用された 将来の総輪戦闘車両とは防衛省が将来的に装備化する各種汎用総輪戦闘車両のことである。総合取得改革推進プロジェクトチーム第9回会合の資料に当初の構想図とは異なる将来の総輪戦闘車両のファミリー化構想図が記載された。共通の駆動装置を用いることを基本に車両の用途に応じて共通化する項目を3つに分類している。 それぞれ、ハッチタイプ車両とキャビンタイプ車両の車体をタイプ別に共通化法を搭載する、ハッチタイプ車両の喧嘩装置を共通化機関法を搭載する、ハッチタイプ車両の機関法を共通化といった内容である。各車両型の名称は、平成20年度事後の事業評価の製作評価書のものに変更。この図のうち、対戦車法を搭載した車両は十六式。 機動戦闘車、対地機関砲を搭載した車両は計画中の近接戦闘車と同じ位置づけの車両と考えられるが、将来の総輪戦闘車両との共通化が行われるとされた NBC 偵察車と同じ位置づけの車両が含まれていない。また、研究施策された将来総輪戦闘車両をベース車両とするのかという点についても記述されていない。榴弾砲搭載車は、 19式装輪自走1 5 5トル榴弾砲として正式化されたが、ドイツの満車製の車体を用いており、明確に将来装輪戦闘車両の要素は使用されていない。ハッチタイプの人員輸送車、式通信車、補給車支援車、キャビンタイプの地雷原処理車は、開発中のハッチタイプである装輪装甲車が相当し、こちらは既存車両や民生品の技術、 部品を活用するとあるが、将来送輪戦闘車両の要素仕様について、具体的な記述はなく、開発も中止された。このように蒸気のファミリー加工装図はあくまで、機上をプランで終始しており、実際には、送輪戦車型、送輪装甲車型、送輪自走榴弾砲型の3つに対別して、開発が行われている。ありがとうございます。